日本の海上自衛隊では、今年2022年3月に最新鋭の潜水艦である大鯨型の1番艦にしてネームシップの大鯨が就役しており、防衛計画の大綱で目標に掲げてきた22隻体制の潜水艦対外一応の成立を見たよ。この潜水艦艦隊22隻の内訳は、最新鋭の大鯨1隻と前級の蒼龍型12隻、そして前々級の親潮型の3番艦渦潮から11番艦持ち潮までの9隻で、2世代の潜水艦で構成されているぜ。ひとまずは目標達成を祝いたいところだね。中国や北朝鮮の脅威に少しでも早く対応できる体制を整えないといけないから。さて今回は、防衛計画の大綱に定める22隻の潜水艦隊の構築を終えた海上自衛隊が反撃能力として、VLS 垂直発射艦を持つ実証実験艦の建造も視野に入れていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここで最古さんの親潮型については、1番艦親潮と2番艦の満潮はすでに練習潜水艦への所属変更が行われており、今後大鯨型の2番艦以降が就役を迎える場合、同様の変更が予期されているんだ。したがって実際の有事の発生の際には、潜水艦22隻体制に準じる形で練習艦へ移行させている親潮型を現役復帰させることも可能であると思われ、その数以上の戦力を投入できる状態が整ったと見て良いだろうね。これらの海上自衛隊の潜水艦の機器幹部は、親潮型がディーゼル機関と鉛製の蓄電池と発電機、蒼龍型の10番艦までがその構成に加えさらにスターリング機関をも搭載した非待機依存推進方式となっているよ。その後蒼龍型の11番艦以降、最新鋭の大鯨型ではディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と発電機という機関構成にシフトしており、しばらくはこの方式を中心に日本の潜水艦は進んでいくものと見て良いと思う。しかしそうした今の海上自衛隊の潜水艦のあり方に関しても、昨年2021年9月にオーストラリアがアメリカ・イギリスとの間に新たな安全保障の枠組みとなるオーサスを締結したことが、日本にも波及し議論を呼んでいるな。なぜならばそのオーサスの締結によってオーストラリアは、それまでフランスの支援を受けてアタック級として自国建造する予定であった通常動力型潜水艦の計画をキャンセルし、アメリカもしくはイギリスからの攻撃型原子力潜水艦の調達に舵を切ったためだぜ。オーストラリアがここまで抜本的な軍事政策の転換を打ち出した背景には、南シナ海の支配権を確立しようとする中国への警戒心が募ったことが挙げられるが、その一環として打ち出された策が原子力潜水艦の導入だと言えるよね。南シナ海まではオーストラリアからは距離もあるため、その海域での長期間での作戦行動が可能な潜水艦となれば機関には原子力推進を採用した艦しか対応が困難であり、その解決策が原子力潜水艦となったことは必然ではあったから、この事実に日本でも連続航行時間や日数、そして水中での速力に優位性のある原子力潜水艦の導入を検討すべきではないか、という声が政治家からも上がり始め、これまでの中でも最も説得力のある議論になる可能性もあるんだ。いずれにせよ日本は潜水艦に搭載可能な原子炉の技術等は持ち合わせてはいないため、これが実現へと動き出してもアメリカからの支援は不可欠とは思えるけど、オーストラリアとは違い原子力発電は手掛けてきた経験はあるね。しかし日本が原子力推進の潜水艦を技術的に建造できる可能性の議論の前には、その潜水艦をいかなる位置づけや目的で運用するのか、という大前提をはっきりとさせておく必要があり、まずはその点の議論からだろうな。これまでの海上自衛隊の潜水艦は、主兵装として現行の大鯨型、蒼龍型、親潮型ともに 533mm 魚雷発射艦を6門装備し、そこから運用する超魚雷やハープーン巡航ミサイル等による対艦対戦戦闘を念頭に置いたものだよね。前述したようにディーゼル機関と蓄電池と発電機による日本の通常動力型潜水艦の潜航時の能力は、原子力潜水艦に比して連続航行時間やその速度において優位性はないため、シュタルチョークポイントでの待ち伏せが任務であったんだ。単に通常動力型潜水艦よりも連続航行時間や速度における優位性が原子力潜水艦では高まることからは、待ち伏せではなく絶えず日本の周辺海域を移動し続ける運用も考えられるけど、それも対艦対戦用途の域内ではあるってわけ。日本の場合、現行の通常動力型潜水艦に加えて攻撃型原子力潜水艦を配備したと仮定しても、これまでであれば前者を上回る連続航行時間や速度を活かし、敵の艦艇や潜水艦に攻撃を行うことが任務とみなされてきたな。しかし昨今の日本政府は、敵の迎撃兵器の射程外から攻撃を行う兵器をスタンドオフミサイルと呼称してその配備を進める計画を推進しており、その中核には現行の12式地対艦誘導弾の能力向上型を据えているぜ。12式地対艦誘導弾はすでに陸上自衛隊が南西諸島方面への配備も行っている兵器で、装輪式の車両に搭載する形式の陸上用の装備であり、およそ 200km 弱と言われる射程距離で接近する敵の艦艇を目標にするものだね。この12式地対艦誘導弾の能力向上型では現行型のおよそ 200km 弱と目される射程距離を、まず 1000km ほどまで延伸し、並行して航空機に搭載する形式、艦艇に搭載する形式の開発が行われているよ。こうした射程距離の飛躍的な延伸と、発射可能なプラットフォームを多層化することに加え、12式地対艦誘導弾の能力向上型では対艦用途以外に対地攻撃用途も視野に入れているとされ、昨今議論の的となっている反撃能力を体現するものでもあるってわけ。政治的には反撃能力とみなされるこうした兵器を自衛隊が装備することへの是非は、今後ますます反対勢力からの妨害活動が激しくなることは想像に難くないが、技術的軍事的な側面からは開発しておく必須の分野になるだろうな。反対勢力には中国や北朝鮮の脅威を理解させて、納得させることが必要になるだろうね。現在12式地対艦誘導弾の能力向上型は最短で2026年頃の実戦配備が開始可能との見方が有力ではあるけど、現在の2022年末から見てもまだ3年以上の期間を必要とするため、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの調達までも浮上してきているよ。こちらのトマホーク巡航ミサイルの方はまず500発ほどを先行して調達し、海上自衛隊の護衛艦の VLS 垂直発射艦でそのまま運用することでいち早く反撃能力の獲得を推進する方向のようだけど、それだけではないんだ。なんとトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型を VLS 垂直発射艦に搭載するための実証実験用の潜水艦を建造する計画が報じられており、海上自衛隊の潜水艦もそうした装備を行う可能性が浮上してきているみたい。12式地対艦誘導弾の能力向上型はともかく、トマホーク巡航ミサイルであればイギリスのアスチュート級原子力潜水艦がそうであるように、533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンもあるがそれは想定していないようだな。アメリカ海軍の場合はバージニア級の攻撃型原子力潜水艦等では、533mm 魚雷発射艦から運用する魚雷等の装備数を下げることを良しとせず、トマホーク巡航ミサイル専用の VLS 垂直発射艦を別に12機搭載させているんだけど、ただしイギリスのアスチュート級にせよ、アメリカのバージニア級にせよ水中の排水量は7800トンにも達する大きさであり、海上自衛隊の最新鋭の対迎型などがおよそ4000トン強であることに比すればはるかに巨大なんだ。未だトマホーク巡航ミサイルのような最短でも 1600km 以上の射程距離を持つとされる兵器を保有運用したことのない日本が、一足飛びに潜水艦に VLS 垂直発射艦を装備しようというのはいささか唐突な気もしないではないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。